にちは、吉祥店の吉幸雄です。今回はですね、ブラッシングスプレーについて、紹介したいなと思うんですけど、まあ、ブラッシングスプレーもね、たくさん種類があるんですけど、今回はこの夏、まあ、紫外線などがやっぱりね強くなるんでね、UV ケアができる UV カット成分が入ったグルーミングスプレーの紹介をしたいと思います。で商品はですね、キックスのフロートの UV& ブラッシュアップミストっていう商品を使っていくんですけれども、まあ、やっぱ夏がねどんどん近づいてきたら、もう最近なんかもすごい日差しが強いんですけど、ワンちゃんの皮膚って人間以上に薄いので、まあ、皮膚毛で、ね、覆われてるからね、皮膚自体はやっぱり人間より薄いのは当然なんですけど、その皮膚と紐はやっぱ紫外線でダメージを受けちゃいます。まあ、人間も一緒ですね。でワンちゃんの皮膚は人間よりも薄いので、特に紫外線のダメージを受けやすいので、まあ、そういう UV カットの成分が入った商品を使ってあげたら、この夏なんか非常にいいんじゃないかなと思います。でジョー君なんですけど、まあ、10月生まれなので初めての夏なので、やっぱりジョーは短毛種なので、皮膚なんかのトラブルも多いです。なので、まあ、今回紫外線のケアができるスプレーを使って、まあ、ジョーブラッシングしてあげたいなと思います。で、まあね、こういうジョーみたいな短毛のワンちゃんなんかでも毎日ブラッシングしてあげることで、まあ、その短毛なんで毛玉とかはできないんですけど、マッサージ効果があるので、まあ、血行促進、まあ、子犬のうちだとやっぱりその全身の血流を良くすることで、まあ、成長も促進にあったりですね、まあ、もちろん整形や老犬なんかでもその血流血行促進することはやっぱ全身に栄養が行き渡ったりですね、まあ、人間なんかでもやっぱり血行っていうのが非常に大事だと言われているので、まあ、短毛ワンちゃんでもブラッシングできれば毎日してあげることをお勧めします。で、長毛のワンちゃんは もちろん毛玉ができちゃうので、まあ、毎日のブラッシングをしてあげることで、まあ、トリミングサロンさんに行った時にですね、毛玉ができてるから毛玉料金取りますよとか、まあ、毛玉があったらねその分時間もかかっちゃうんで、時間がかかればかかるほどワンちゃんの負担も大きくなるので、毎日ブラッシングして毛玉を取ってあげた方がいいと思います。はい。で、まあ、これからね、まあ、ちょっと先ほど言った商品を使いながら実際にブラッシングしていきたいと思います。先ほど紹介した商品のアフロートの UV& ブラッシュアップミストなんですけれども、これまず使い方ですね。短毛のワンちゃん直接こうスプレー、ちょっと遠目からね離してスプレーしてあげてもいいなと思うんですけど、このスプレー自体がシュッていう音が嫌だったりするワンちゃんもいるので、あんまり慣れてない子だったらこう手になじませてちょっとねマッサージするような感じで撫でてあげたら、これまあ短毛のポイントですね。まあ、長毛の子はそのまま毛玉ができている子場所に直接引っ掛けてもらっても大丈夫です。まあ、こういう感じで全身馴染ませてあげて、でそれから、このブラシですね。まあ、短毛なので今回はラバーのブラシを使うんですけど、大丈夫、じゃあ大丈夫よ。でもね、落ち着いて。はい。ちょうどジョーがね、なんかこの首元のところがよくね毛が なるのでね、こういうところを馴染ませたところで、まあ、毛の流れに沿って、大体ワンちゃんが後ろに向かって毛が流れてますので、毛の流れに沿ってブラシをはわしてあげるっていうのを使ってもらえたら、まあ、こう無駄毛がどんどん取れていく。ちょっとね、動画では分かりづらいんですけどね、もう僕の体毛だらけになってますので、ね、取ってあげたら、まあ、実際に。で細かいところが結構ね、こうブラッシング自体慣れてないワンちゃん、まあ、特にジョーなんか子犬なんでまだまだこういう遊びたい盛りなんで、あれなんですけど、特に短毛の子だったらゴム手袋なんかして撫でてあげても全然毛は取れるんで、無駄な毛は実際そういうので顔周りとかちょっとやりづらいところはそれでケアしてあげたらいいかなと思います。はい。で本当に、ね、皮膚トラブルを避けるために、まあ、こういうグルーミングスプレーを使いながら、まあ、ブラッシングしてあげたらですね、まあ、紐にツヤが出たり、まあ、保湿の効果もあります。でこれから暑くなる時期ですね、こう無駄毛をしっかり取ってあげることで熱中症対策、体の熱を逃がしてあげるっていう風にできるので、体の通気性を、ね、上げてあげるっていう意味でもこの無駄毛を取ってあげるのはすごい大事かなと思います。はい。でまあ、少しでも、ね、ダメージっていうのが防げるように、こういう今回は UV
UV カット入ってる UV ケアのブラッシュアップミストを使ったんですけれども、まあ、そういう感じでこれから日差しね、あの洋服着せてあげてもいいかもしれないです、あの薄手の、まあ、そういう感じで UV ケアしてあげながら、まあ、毎日ブラッシングして、まあ、グルーミングスプレーっていうのを使っていったら、まあ、ブラッシングが楽になるかなと思います。はい、ありがとうございます。